宮本由里子2月13日から1951年1月21日は昭和期の小説家、評論家。旧姓は中条、本名は百合。日本女子大学英文化中退。18歳で、貧しき人々の軍を発表し、天才少女と注目された。米留学後結婚したが離婚。その経緯をまとめた、真摯を発表。 その後ソ連を訪れ、日本共産党に入党。宮本賢治と結婚。再三検挙されながらも執筆活動を続けた。戦後は、歌声をおこれを書いて、民主主義文学運動の出発を宣言。番周平や、風知りそう。二つの庭、同票などを書いた。日本の左翼文学、民主主義文学。さらには、 日本の近代女流文学を代表する作家の一人である。中条よりは、大正時代の著名な建築家、中条誠一郎と妻、足子の長女として、東京市小石川区原町に生まれた。父、誠一郎は、山形県米沢に生まれ、東京帝国大学工科大学建築科を卒業後、文部省の技師を経て、札幌の学校土木工学科講師職宅となった。 母、足子は、明治初期に、思想家として活躍した、西村茂木の長女で、家族女学校での再演。父方の祖父、中条正常は、元米沢藩士で、明治には、福島県天寺を務め、朝霞疎水の開作に尽力した。父の仕事の関係で3歳まで札幌で育ち、その後東京の本郷区駒込千田木林町に、 転居するも父親は英国へ単身留学する。6歳の時おじがアメリカ合衆国から帰国して同居し、8歳の時父親も帰国し、欧米の思想に触れながら育つ。母から習字を、久野久子からピアノを習い、美術館や観劇にも親しむなど、中流上層家庭らしい、豊かな上層教育を受ける。駒込の駒本尋常小学校から、 名門新学校として知られた、重げゆ人上小学校へ転校し、成績も優秀であった。兄弟姉妹は9人あったがそのうちの3人を亡くす。ゆり子は、東京女子師範学校付属高等女学校に1911年に入学し、在学中から小説を書き始める。1916年、日本女子大学英文化予科に入学早々。 中条ゆり子の名で白樺派風の人道主義的な中編、貧しき人々の軍を中央公論9月号に発表し、天才少女として注目を集めた。同作は子供の頃から夏休みに遊びに行っていた父の実家の開拓村を舞台としたものだった。なお、日本女子大学予科はほどなく中退した。1918年、父と共にアメリカに留学。 翌年コロンビア大学長高生となり、そこで知り合った15歳年上の古代東洋語、研究者、荒木茂と結婚、12月に帰国した。しかし、夫婦の間には生活の面での食い違いが生じ、1924年に離婚。野上彩子を介して知り合ったロシア文学者、湯和佐義子と共同生活を送りながら、破綻した不幸な結婚生活を、 長編、真摯にまとめた。近代日本文学の第一級作品と言われた。この時期のユアサとの往復書館の全貌が2008年に関林書道より刊行された。2011年にはこの時期のユアサとの共同生活を描いた映画、ユリコ、ダスビダーニーヤが公開された。1927年12月からユアサと共にソ連へ向かう。 共産主義への系統をますます深めた。映画監督のセルゲー・エーゼン・シュテインらと信仰を持った。この時期に、ソ連やヨーロッパを訪れていた、映画監督のキヌガサ・テイノスケや帰国後前ニ・座を、旗上げする四代目、河原崎長ロ郎らとも、信仰を持つ。西欧旅行などを経て1930年11月、帰国。翌月日本プロレタリア作家同盟に加入。 プロレタリア文学運動に参加し、1931年、日本共産党に入党。翌年、文芸評論家で共産党員でもあった旧債都市下の宮本賢治と結婚したが、間もなく、プロレタリア文化運動に加えられた弾圧のために賢治は、非合法活動に従事することとなり、夫婦での生活期間は短かった。1933年、 検事が検挙され、スパイサモ門事件の主犯であるとして、裁判にかかることになった。文芸1934年12月に評論、冬を越すつぼみ、文学評論1934年12月に、1934年度における、ブルジョア文学の動向を発表。ユリコは、翌年正式に、検事と入籍して、中条から宮本へ改正。 1937年、極中の検事から、失明も、宮本政に変えるよう提案され、考えた末数ヶ月後、日中全面戦争開始後に極中との連帯の意味も込めて、宮本由里子に失明を変えた。由里子は、極中の検事を、極外から支えたが、自らもたびたび検挙され、1936年には、懲役2年、執行猶予4年の判決を受けた。 その後も、検挙や、執筆禁止などを繰り返し経験し、体調を害することもあったが、粘り強く文学活動を続けた。検事は1944年に、無期懲役の判決を受け、しり刑務所で服役することになったが、日本の敗戦後に連合国軍、最高司令官総司令部が、 国内全政治犯の即時釈放を指令したことで、1945年10月に、検事も12年ぶりに出国した。夫と交わした約900通の書簡は後に2人の選択を経て、百合子の没後、12年の手紙として刊行された。戦後に共産党の活動が再開されると、百合子は社会運動や執筆活動を精力的に取り組んだ。 戦時中の執筆禁止からも解放され、風知りそう、晩秋兵や同票など多くの作品を残した。波乱に満ちた、生涯のうちの大部分が小説として、自身の手で描き出されている。また、共産党員としては新日本文学会、中央委員や婦人民主クラブ幹事を務め、共産党の指導による、文芸運動や婦人運動の推進に努めた。 1950年、占領下の政治活動方針をめぐる党内の混乱トレッドパージにより、共産党の活動が大きく制限され、共産党中央委員であった、検事も公職追放対象者となり、国際派のリーダーとして、党の分裂に直面した。ゆり子は、新たな苦境の中でも執筆活動と党の宣伝活動を続け、同年には、同票の 全三部を完結させた。しかし、翌1951年1月に、電撃性髄膜炎菌敗血症により急死51歳だった。百合子の死後、賢治は、混乱を収集して、勢力を回復した、共産党の初期長となり、百合子はその妻として、また、プロレタリア文学の第一人者として、さらに高い評価を与えられるようになった。 没後50年の2001年からは新日本、出版社から宮本百合子全集の刊行が始まり、2004年に全33巻として完結された。この全集への推薦の言葉には、加藤周一に加え観光当時の共産党議長の不破鉄造や、かつて共産党員だった辻井隆も名を連ねている。ここまで所管時には、中条名義ほかアンソロジーなど、 abc 宮本ゆり子宮本ゆり子ブリタニカ国際大百科辞典小項目辞典ブリタニカジャパン https コロンスラッシュスラッシュアーカイブドットイズスラッシュ bvcji6% 宮本ゆり子宮本ゆり子20世紀日本人名辞典ヒソトアソシエーツ https://archive.is/ow48c11% <ッ>加藤龍蘭 NHK 経営委員会制度の形成過程委員会設置型公企業の一事例として社会科学ジャーナル第62号国際キリスト教大学社会科学研究所2007年3月10から11ページ一瞬04542134宮本賢治は ユリ子の死後にユリ子の秘書だった、大森末子と結婚している。ABCDE 宮本ユリ子実行形成への奇跡、デビュー作、まずしき人々の軍が書かれるまで、政本も子、日本大学大学院総合社会、情報研究科企業ナンバー6、427から438、今に生きる宮本ユリ子、新日本出版社、2004年、 ISBN 978から4から 406031080P88 から91に論考あり。宮本由里子文学飛行里山市シ海山公園。ありがとうございます。